そうですね。このね、絆グローブと、源田モデルとハイゴールド、この3つでやっていきたいと思います。セカンドに投げるんで、サードから、まあ、パッと握り替えて投げなきゃいけないんで、まあ、当て取りを意識してやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。お願いします。おっしゃおっしゃ。送球は見ないで。おおおお、この辺投げないんですか、ヨネさん。セカンドのグローブ側っていうのはよく聞きますね。おっしゃおっしゃ、こういい感じですね。まあね、グローブの反対側にさえ行かなければ真ん中でも全然。今のは意識してきました。はい、ほらね。しゃ。しゃ。オッケー。今オッケー。はい。どう。はい。どこだ。くるって待ちて。あ、いい。送球の強さは関係なく。いいよね。チャイ。あ、完璧じゃない。回転したらサードなかなかきついと思うんですよ。きついね、確かに。こう踊ったらもう、なんかサードでゲッツーで、まあ、プロ野球選手とか見てて回転して投げてる人ってあんまりいないなっていう。まあ、水れ。おーおおお。おっせーだ。今ぐらいだったらいいけど、ダッシュが足りんですね、多分。チャリ。どう今。まあスムーズだったかな。よっしゃー、お来た。シュッ、何してんの。よっしゃ、出たまつきか。おっしゃー、おっしゃー、ちょっと気分変えよう、たまらんで。アナウンサーと結婚、おっしゃいこう。ちげえな。誰だよそいつ。いや、元乃木坂っすよ。乃木坂か。しょしょ、あっ、すとけ、あー、すとけ。はい、おきた、あぶね、おきた、あぶね、あー、高い。よっしゃい。ダメダメ。このグローブはどこで当てないんですか。ここです。ここか。当たってねえな、あんま。源田さんはウェブ下よりかは薬指とかこの辺当てるんだったらそこかなっていうのと、まあ別に手のひらで当てても全然大丈夫なグローブではあります。わかりました、やってみます。行こう。しゃしゃ。お、今いいんだ、流れ的にはこの辺。まあ、当て取りって取ってないですからね。まあ実際は当てですからね。はい、行こう。チョス。じゃあ絆ちょい。おお、あー、抜けた。おお、危ねえ。じゃあ行こい。
キャッチャーだからキャッチャーだから。よっしゃー、ラスト。じゃあこっち。ラスト、ラスト、本当にラスト。ラスト。オッケー。ありがとうございました。はい、終わりました。最近良平がね、体張ってたんで、今日は俺が体張りました。ちなみにチェック全開でした。また映さないでおくけど。気づいてよ。はい、というわけで、今はね、セカンド送球しましたけど、まあやっぱ、ずっとピッチャーできたんで、やっぱ送球機って難しいですね。野手の気持ちがすげえわかりました。今まではまあ、ね、守って当然とか、投げて当然とか思ってましたけど、こんな難しいんだと思って。もう野手の方に もう感謝しながら、あのピッチャーやる人はあの投げましょう。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではよいしょ。野手のみんなありがとう。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント企画。マジいつの間に、まあさらっと話してだってよ、だってよ。みんな、あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ竹、もう右手握力なくなるぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いもん痛いですね。下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ、あの衝撃球種。ああ、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。そうです。なんで、まあもちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら、練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだピチなんです。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ぜひちょっと、まあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい売りつくろう。自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので。応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント、はい。で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい。スプリントするグローブはこれプラスこちら。ありがとうございます。これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、長平TVの、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと。
頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた決め球。